回復量編入前のポーランドの件、区分計画回復量編入後のポーランドの件、区分回復量は、第二次世界大戦後に、ソビエト連邦の傀儡政権であった、共産主義のポーランド人民共和国が、1949年まで、政治プロパガンダとして用いていた地理的用語。1949年以降、この表現は、正式には使用されなくなった。 これはソビエト連邦をアメリカ合衆国、イギリスの三国がポーランドの頭越しに行ったヤルタ会談の決定によってドイツ人追放が行われ対戦の結果としてポーランド人民共和国が新たに獲得した西方領土を指した戦後もドイツ連邦共和国は東方領土の領有権を放棄していなかったが後方においては1990年の ドイツ再統一に際して締結されたドイツポーランド国境条約により、また司法においては2008年の欧州人権裁判所の決定により、領土問題としては完全に解決している。該当地域には西ポモージェ県、ルブスシュ県、オポーレ県とドルヌイシロンスク県の部分を除くなどが含まれ、北部領土にはグダニスク、バルミア・マズウルイ県が含まれる。 回復という表現が用いられるのは、体制側のプロパガンダとして、西部を呼び、北部領土は、中世のピアストアサ以来ポーランドの分かちがたい一部であったという構図を示し、ポーランド人民共和国が、その正当な継承者であることを主張するためであった。過去の領有として強調されたのは、西部領土については、中世世紀のピアストアサの建国時に、ローマ教会と、 皇帝から正式な承認を受けた国境線を含むいくつかの時期における領有であり、北部領土については近世のいくつかの時期におけるポーランドの総主権であった。東ヨーロッパへのドイツ人の歴史的定住によって何世紀にも渡りこれらの地域にドイツ人が住んでいたことについては、ドイツの継続的な東方への侵略行為の結果に過ぎないとされた。 戦後における住民の強制移住は、公式には、本国総館と呼ばれ、かつてこの地域に存在していた、ドイツ的文化伝統は、1989年の、ポーランド民主化によって、公的な歴史認識の転換が行われるまでは、帰り見られることなく否定されることになった。第二次世界大戦によるポーランドの領土の変化、桃色の部分が、回復量。 灰色がソ連に併合された旧ポーランド領東部。西側を縁取る明るい緑色の線がオーデル内接線。第二次世界大戦後、回復領からは多数のドイツ人が脱出して西方へ去ったが、一部のドイツ系住民はそのまま止まっていた。しかし、彼らもやがてほとんどが追放されることになり、変わってポーランド人型地域からどんどんと入ってきたが、 それでもごく少数のドイツ系住民は、ポーランド国籍を得て、ドイツ系ポーランド人として一部の地域に残留した。この地域に入ってきた、ポーランド人の多くは、ポーランド中部や、戦時中逃れていた国外から、自由意志でやってきていたが、ポーランド当局は、ウクライナ人など、国内の少数民族集団を、強制的に分散移住させ、また、ソ連に併合された。 旧ポーランド領東部の住民を回復領に本国相関してこうした地域のポーランド化を確かなものにした。1950年ドイツ民主共和国がズゴジェレツ条約でオーデルナイセセセンを正式に国境として承認しドイツ連邦共和国も1970年のワルシャワ条約でこれに同意した。 さらに統一後のドイツ連邦共和国も1990年のドイツ・ポーランド国境条約、ジャーマン・ポーリッシュボーダートリーティーを締結して、オーデルナイセセセンを国境とすることを再確認している。ポーランドの県区分図北西の隅、緑色が西ポモージェ県東へ、ポモージェ県、バルミア・マズールイ県南へ、ルブシュ県、ドルヌイ・シロンスク県、オポレ県、 シロンスク県回復領と現在の県区分を重ねた地図、西部領土を構成するのは以下の各地方である。北部領土を構成するのは以下の各地方である。ドイツが戦後失った領土、黄色がポーランド領となった地域、灰色が旧自由都市団地比の領域。ポーランドの立場から見ればその両者を合わせたものが回復量である。なお、 地図上のオレンジ色の地域はカリーニングラード州としてソ連に併合されソビエト連邦の崩壊後の現在でも飛び地としてロシア連邦領に留まっている。プロイセン領ドイツ領時代の西プロイセン州は第一次世界大戦後にその大部分がポーランド領に編入されたが一部はドイツ側に残っていた。このうち旧自由都市ダンツヒ,ヒに隣接する部分は北部領土 残りの部分は西部領土に組み込まれた。以上のほか戦後におけるポーランドの行政区画の変更によって旧ドイツ領土の一部が他の県に帰属する形になっている場所が色々ある。冷戦時代に回復量は以下の経緯をたどった。他民族の国家を三加に収め広大な範囲に及んだヤギエモ超最盛期の藩と回復量は 第二次世界大戦後に、ポツダム協定に基づいて、ポーランドに併合された、ドイツの東方領土を指す表現として作り出され、公式に用いられたプロパガンダの用語であった。その根底にある考え方は、戦後のポーランドを、中世のピアスとアサ、ポーランド王国の継承者と位置づけ、さらに、戦後の国境線に適合する、民族的に均質な国家とみなす。 単純化をして、後年のヤギエを朝ポーランドのような多民族国家として東方に広がった姿を否定するものであった。戦後のポーランドがヤギエを朝ではなくピアスト朝を持ち上げた理由の一つは、ソ連のスターリンがカーゾン戦からの撤退を拒否する状況の下で他の連合諸国がポーランドを満足させるためには代わりにドイツの領土を与えても良いと考えていたという事情が、 あった。旧ドイツ領土を、いわば保証として、ポーランドに与えるという元々の議論は、やがて、当該地域が実際に、かつてのポーランド領であるという議論によって、補強されるようになった。ピアスト長時代が強調されたのは、ポーランド人たちが多民族国家ではなく、民族的に均質な国家の創設を望んだためでも、あった。さらに、ピアスト朝がポーランドを、 ドイツ人から守ったと認識されていたのに対し、ヤギエを朝の対抗した相手が交流途上のモスクワ対抗国だったことは、ソ連の影響下に置かれた戦後ポーランドの状況の中で持ち上げるには、ふさわしくない要素であった。ポーランド人民共和国政府も、ポーランド労働者党も、イニシエのピアスと朝の領土に基づいた。 ポーランド国家という理念を支持し、小農や国家主義者など戦前からの反対勢力を抑え込んだ。実際、回復量をめぐる問題は、当時のポーランドの共産主義者たちと、それに対抗する民族主義者たちを分断しない、数少ない論点の一つであり、西部国境に関して、両陣への意見は一致していた。地下出版されていた民族主義派の反響新聞さえもが、 ドイツ化に終止符を打ち、東方への衝動を永遠に断ち切るためとして、ピアスト長時代の国境を要求した。これによりポーランドは、歴史上初めて、ポーランドを母語とする人々による文化的に極めて均質な国家となり、多民族社会に由来した国内の様々な社会対立は根元から取り除かれた。一方、ポーランドの社会には、 共産主義派にも民族主義派にも組みしない第三の勢力が存在した。それはポーランド伝統の恩恵主義の勢力であり、ロンドンのポーランド亡命政府がそれを代表した。彼らは地下教育ネットワークを構築し、固有の領土という公式な民族主義的歴史、認識に対抗して国民に正しい歴史認識を教え続けた。 彼らはポーランド自由大学協会を設立して、秘密通信教育や秘密移動図書館などの事業を続け、1970年代の終わりには、空飛ぶ大学を設立運営して、固有の領土論が陳腐なものであり、西方領土は、人々が強制移住させられ、現にそこに住んでいるという現実に鑑み法的に、粛々と解決すべき問題であること。それには、 ヨーロッパ全体の平和な社会統合、経済統合が前提となることが教えられた。ピアスとアサ・ボレスワフ一世一世下のポーランド王国の、半と992年のポーランド広告量は濃い、桃色を1025年のポーランド王国国境は、赤線ピアスとアサ・ボレスワフ三世クシボンスティが没した1138年時点での、ポーランド王国の半島共産主義体制側による、 ピアスト朝の領土の回復という見解のプロパガンダには大きな努力が払われ、カトリック教会も活発にこれを支援した。この歴史観の普及には学術にも責任があった。1945年、西法研究所が創設され、学術活動を調整するようになった。初代所長のジグムントボイチェホフスキは、その使命について、我々は、 いわゆる客観的な歴史変算を目指してはいない。我々の使命は何世紀にもあたるポーランドの歴史を提示し、その各世紀についての現在の政治的現実を歴史的背景の上に投影することである。と述べていた体制側に属する歴史学者、考古学者、言語学者、 美術史や民族学者らが学際的に共働けして新たな国境線の正当化に取り組んだ。彼らの知見は無数のモノグラフや学術史、教科書、旅行ガイド、放送、展覧会などによって普及が推し進められた。ピアスと朝の初期の王侯たちの時代のポーランドの半島を示す公式の地図も新たな国境線と整合するように描かれた。 ノーマン・デイビスによれば、戦後の若い世代は公式教育によって誘導され、ポーランド人民共和国の領域は何、世紀にもわたって、ポーランド国民が発展させてきたものであると思い込むように仕向けられたという。公教育において、戦後世代はさらに、外国人によって長期間占領されることはあっても、あるいは、政治上の国境が移動することがあっても、 ポーランド人の祖国は常に同じ場所にあり続けたのだと教えられていた。公教育における歴史認識は、ポーランド人は歴史のいつの時代においても回復量に定住する、奪われることのない絶対的かつ必然的な権利を持っており、他の優越する勢力によってその権利行使が妨げられることはあったとしても、権利は存在したとするものであった。 回復量の大部分は、何、世紀にもわたって、プロイセンドイツの支配下にあったが、戦後のポーランドの公教育においては、こうした歴史的な出来事は、郷土史ではなく、外国史の一部であると認識されていた。ポーランドの学者たちは、中世のピアスト朝時代の地方史や、ポーランドの文化、政治、経済的中体、プロイセンにおける、ポーランド語話者の歴史、 中世以来の歴史的に一貫した運動としての東方への衝動などの課題に努力を集中した。しかし、回復量という表現は共産主義政権の公的な用語としては1949年までに姿を消した。その後も一般的に通用する俗語として現在に至るまで使われ続けているものの、これらの地域はポーランドの国家体制の中で 得意性のある領土であるとみなすべきではないという考え方に基づいて近年では西部、北部領土という表現が用いられている。ドイツとの新たな国境に建てられるポーランド側の標識共産主義体制側にとってはピアストアサの後継者としてポーランド人民共和国を確立していくことと並行して新たなフロンティアには それに見合った人口が確保されなければならなかった。東部辺境の領土がソ連に併合されたため、ポーランドは結果的に全体が西へ移動し、面積は38万9000平方キロメートルから31万2000平方キロメートルへ、およそ20%減少した。何百万人もの非ポーランド人が新たにポーランドとなった地域から追放され、他方では カーゾンセニ島にいたポーランド人たちが東部辺境から追放されて流れ込んできた。追放者たちは本国創刊者と呼ばれていた。その結果、ヨーロッパの歴史の中でも最大規模の住民の入れ替えが行われることになった。ピアスト朝の半島を回復した新たな西部、北部領土の姿はポーランド人入植者やポーランド人本国帰還者たちに そこへ到達して、新体制に忠実な組織立ったコミュニティ作りに参加することを促し、先行して行われた当該地域での民族浄化を正当化した。ドイツ人の脱出や追放の結果、統地に残ったのは先住民であるマズールイ地方のマスリア人、ポメラニア地方のカシュビア人やスロビンシア人、上シレジア地方。 このシレジア人など300万人近いスラブ系の人々で彼らの先祖はポーランド分割よりも前の時代の中世及び近代のポーランド国家に属していたことがあったがこの時代には自らが現代ポーランド国家の国民だというアイデンティティは持っていないものが多かったポーランド政府はプロパガンダのためにこうした 先住民たちができるだけ現地に泊まるように努めた。旧ドイツ領における彼らの存在は地域固有のポーランドらしさを示すものであるとされ、その地域を回復領としてポーランド国家に併合することを正当化するものとされていた。先住民たちの隠されたポーランドらしさを明らかにし、ポーランド市民としてふさわしい振る舞いのものを選別する確認と、 国民復帰の過程が用意され、それに弾かれたごく少数の人々は本当に追放された。先住民たちはこの主観的でしばしば恣意的な確認作業を嫌っていたが、それを終えた後でも差別に直面することがあった。なおポーランド語の綴りにするよう強要したことなどもその一例である。ルブシュ県の当局は1948年の時点で、 中央の当局が発見したと主張している。先住民ポーランド人たちは、戦前の国境に接していた、バビモスト村の住民を、唯一の例外として、いずれも19世紀末から20世紀初めにいた、地域から移住してきた、ポーランド人労働者が、ドイツ化したものに過ぎない、ということを認めていた、ルビオンシュ修道院の共同協会にあった、1680年頃の、 聖火体積空っぽになった、ルビオンシュ修道院の共同協会、ルビオンシュ修道院のバロック装飾の内装は撤去され、ポーランド中央部へ移送された。聖火体積は、ルブリン県の村スティージカにある。修道院は、シレジアにおける、東方植民の貴重な証拠である。回復量には、併合の後にも、かなりの数のドイツ系住民が残っていた。 終戦時の国民統一臨時政府当局は、回復量担当省を設置し、副首相のブアディスワフ・ゴムーカを兼任で担当大臣とした。本国総監局が、住民の追放や、最低銃を監督、組織した。1946年2月14日の国勢調査によれば、この時点で、ポーランドにはまだ228.8万人のドイツ人が泊まっており、 そのおよそ91%に相当する207.5万人は回復量に住んでいた。この段階でドイツ人は回復量の人口の41%を占めていた。ところが1950年には国内のドイツ人はわずか20万人に急減し、1957年には6.5万人にまで減少してしまった。 第二次世界大戦後、回復量からは、多数のドイツ人が脱出して西方へ去ったがそれに、続いたのは、何、世紀もの間に刻まれた、ドイツの歴史と文化を、公の目に触れる場所から一掃するという大規模な、キャンペーンであった。オハイオ大学の T ・デイビッド・カープは、これを次のように説明している。ポーランドの政権と人民とカトリック教会は、相互に努力しながら、 より徹底的、攻撃的に人物、場所、ものから民族性を消去することに取り組み、各地方のドイツ人の歴史を上書きして消去し、ポーランドの過去を、ポーランド人の記憶という抽象的な領域にとどまらず、物理的な物体の領域において商用した。1946年1月に、新しい公式地名を定めるために、地名決定委員会が設置された。 以降、1950年末までに3万件以上のドイツ語地名がポーランド語地名に置き換えられるか、ポーランド語化した中世のスラブ語の地名に置き換えられた。スラブ語地名が存在していなかった場合には、ドイツ語地名を翻訳するか、全く新たな地名が創出された。ドイツに関係のある名称、例えばドイツの街にちなんで命名された道路の、 名称などは新しい名称が与えられた。公立学校、政府メディア、教会の典礼におけるドイツ語の使用は禁止された。ドイツ人に関係した記念碑、墓、建物、建物群なども多数が破壊された。美術品は国内の他の場所に移された。文化財などの撤去を組織的に行うために集積書が設定されることもあった。 早くも1945年のうちに、貨車28台分、トラック118台分に上る、膨大な量のシレジアの美術品が、ワルシャワの国立美術館に送られた。プロテスタント教会は、カトリック教会に改装されるか、教会以外の用途に転用されるか、カトリック教会の建築用材を得るために、解体された。ドイツ語で記された文章は、教会や墓地など、 宗教的なものに記されていた文言も含めてすべて消された。ルブシュ地方では最後まで残ったドイツ文化の痕跡を探し出して破壊するための社会主義的協議会が開催されたという。シレジア地方ではこうした取り組みによって生じた損害は第二次世界大戦によって生じた損害に匹敵するものであった。 最低101939年のドイツの国勢調査によると、後にポーランドの回復量となった地域には、最も東に分布するドイツ国内の少数、民族だった、ポーランド系住民も合わせて885.5万人であった。ドイツの国勢調査では、ポーランド語話者の数を多言語話者を含めて70万人未満としているが、ポーランドの人口学者たちは、 旧ドイツ領におけるポーランド人の実際の数は120万人ないし130万人に達していたと推計している。120万人としている推計によれば、そのうちおよそ85万人がウエシレジア地方、およそ35万人が東プロイセン南部に住んでおり、その他の地域を合わせてさらに5万人程度が他の地域に広がっていたとされている。 ポーランド国内の各地からやってきた人々は、たちまち、ドイツ系住民の穴を埋め、追放と、並行して転入が進行した。入植者の第一陣は、1945年3月には、すでに到来していたという。彼らは、まだ赤軍が展開している時点から、戦前の国境に近いところで、放棄された農場や村落に入り込んでそれを手に入れていた。 入植者に加え、他のポーランド人たちもやってきて、略奪行為に加担し、すぐさま同様の事態が、旧ドイツ領全域に広がった。1945年3月30日、グダニスク県が設置され、回復領では、最初のポーランドの地方行政隊が成立した。ドイツ人たちが、次々と収容され、追放されていく中で、 500万人近い入植者たちが、あるいはこの地域に引き寄せられて、あるいは強制されて、1945年から1950年の間にやってきたということになる。さらに、110.4万人の旧ドイツ領時代からの住民が、ポーランド国籍を認められて、残留を許された。この結果、回復量におけるポーランド人の人口は、 1950年には589万4600人に達した。入植者たちは背景の違いによって以下のような集団に分けて捉えることができる。当時、ポーランドやソ連の新聞や役人はポーランド人にチャンスに恵まれた土地である西方へ移住するよう奨励していた。こうした新しい領土は逃亡したドイツ人たちが放棄した。 贅沢な邸宅が勇敢なる入植者を待っているとか、家具付きの家と仕事が手に入るという風に表現されていた。しかし実際には、これらの地域は戦争によって荒廃しており、インフラストラクチャーはほとんど破壊され、高い犯罪率と略奪行為の横行に悩まされていた。治安が回復されるまでには何年もの時間が必要だった。1970年。 西部、北部領土における人口が初めて戦前の水準に並んだ。同年にはポーランドの他の地域の人口も戦前の水準に達した。西部、北部領土に残留するドイツ系住民数の推計値は様々なものがあるが、戦後の追放の後にもドイツ系住民の脱出が続いていたことははっきりしている。 1956年から1985年までの間、シレジア出身者40.7万人、バルミア・マズールイ県出身者およそ10万人が、ドイツ国籍を獲得して、ドイツへと出国した。今日では、西部、北部領土の人口のほとんどは、ポーランド人であるが、小さなドイツ系住民の小集団も、オルシュティン、マズールイ地方、上シレジアの特に、 オポーレ県などの少数の場所に存在している。ブアディスワフゴムウカ後に、ポーランド統一労働者党の指導者となる民主主義的な正当性の裏付けを書き、赤軍と保安省秘密警察の支持テロとプロパガンダだけを支えとしていた共産主義政権は、反ドイツのプロパガンダを通して自己正当化を図った。ドイツの報復主義が、 高級的なドイツからの脅威として懸念され、共産主義者だけが、ポーランドの永続的な回復量の確保を保障し、保護し得るのだとする主張が展開された。当時、国民統一臨時政府で副首相権回復量、担当省だったブアディスワーフ・ゴムーカは、1945年5月のポーランド労働者党中央委員会で、次のように断言している。 西部領土の存在は政府が人民の支持を得ている理由の一つである。それは対立する多様な要素を中和し人民を一つにする。政法への拡大と農業の改革は国民を国家と強く結びつけるだろう。いかなる退却も我々の国内における立場を弱体化させかねない。当時の政権による所有者を失った資産の人民への再分配は 幅広い層からの共感を獲得していた。1989年12月のポーランド民主化、1990年より、始まる東欧革命、1991年のソ連崩壊、及びドイツ再統一を経て回復量は、以下の経緯をたどった。冷戦期間中の西側諸国の公的立場は、ボツダム会談の決定とされる文書について、 国際的な条約として認められるものではなく、単なる覚書に過ぎないとするものであった。ポツダム協定によって、ドイツの東部国境は、オーデルナイセセンと定められたが、覚書の最後の条項には、ドイツの最終的な地位と領土は、ドイツと連合国側との平和条約によって決すると記されていた。1945年から1990年までの間に、 ポーランド人民共和国は、当時のドイツ民主共和国とドイツ連邦共和国の双方とそれぞれ国境線に関する条約を締結した。1950年、ポーランドと東ドイツは、ズゴジェレツ条約に調印して、オーデルナイセセンを正式に国境として承認し、共産主義者たちはこれを平和と友好の国境と呼んだ。1970年12月7日、 ポーランドと西ドイツは、ポーランドの西部国境線に関して、ワルシャワ条約に調印し、両者が非暴力を貫き、既存の、事実上の国境であるオーデルナイセセンを受け入れる、とした。しかし、最終的な条約は、1990年のドイツ、最終規定条約を待たなければならなかった。ドイツ最終規定条約以前の西ドイツ政府は、オーデルナイセ以東のドイツ領を、 暫定的に、ポーランド、内しソ連の支配下にある領土と位置づけていた。1990年、ドイツ再統一に対して、国際的な承認を得ることを容易にするため、ドイツの政治体制は、現実に基礎を置くことを承認し、ドイツ最終規定条約の条項を受け入れ、ドイツは、オーデルナイス戦以降の領土要求をすべて、放棄することになった。その結果、 条約をめぐる交渉は順調に進み、民主主義国家のドイツ連邦共和国と共産主義国家のドイツ民主共和国の統一も順調に進んだ。同年、最終規定条約が発効し、統一後のドイツ連邦共和国は、ポーランドとドイツポーランド国境条約に調印して、両国間の現在の国境を確定した。このように、 第二次世界大戦後は回復量に関しては、共産主義、ポーランド民族主義、ドイツ民族主義、が入り混じり激しい思想的戦いを繰り広げていた。しかし、ポーランドが1989年に民主化すると、共産主義時代の歴史記述に関する間違いが、次々と公式に訂正され、歴史的に固有の領土を回復したという旧体制の、 概念はあっさりと放棄された。さらに法的には1990年にドイツ・ポーランド国境条約が批准されて広報における国境が確定し2008年に出された欧州人権裁判所の判決で司法における国境が確定したことで回復量に関する問題は思想的にも法的にも最終解決している。ありがとうございます。